チャチャンチャ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 ンチャ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 ン広がる宇宙の中寂しい小さな星の話をしよう。テレビ信じてた未来が崩れ去ろうとしてる。悲しみの繰り返し。僕らはどこへ行くのだろう。今一人一人の夢の中。手を合わせばタイムゴー。強くあるためにまた守ることと戦うこと。リメンバーは終わらない。走り続けてくエクションとタイ。どうも本日も家で過ごそう愛のピースでシャレオツをご視聴いただきましてありがとうございます。愛の YouTuber、アイプップです。今回は私のね、ちょっと仲良くさせていただいている、ね、YouTuber さんのね、クローバーさんっていう方がいまして、その仮面ライダーの企画で、まあすごいね、バツっちゃったんですよ。で、チャンネル登録者数も300とね、めちゃくちゃ増えたんです。まあ、ですからね、ちょっとクローバーさんね、まあ、今は、まあ、相方のウッチーさんがいなくて、イッケーさん一人でやってんです。で、まあ、せっかく仮面ライダーですげえバツったんだったら、なんか、どんどん一作品ずつ、なんかこうやって動画撮って、語ってきゃいいんじゃないかなって思うんですよね。このね、チャンスやっぱね、活かしてほしいなって。まあ、多分二人でも活動するっていう話になってるから、まあ、いいと思うんですけど、まあね、イッケーさん一人で撮るときにこういうね、動画撮ったらいいんじゃないですかっていうようなアイデアをもうちょっと早く出したかったんですが、まあね、やっぱ人生ってうまくいかないなってことでね、でも私ね、まあちょっと自分的に仮面ライダーパイズがね、大好きなんですよ。なんでね、パイズだけしか仮面ライダー語れないんで、私はこういう動画撮ってもしかしたらね、イッケーさんがね、一人で、まあ動画撮るのにおいて、じゃあ今日はギーツだとか、今日はデモだとか、今日はエクゼイトだとかってやったら、その登録してくれた人が、うおーってなるだろうっていうのを、なんかちょっとね、ネタ提供みたいな動画を撮りたかったってことで、今回は撮影をしております。でですね、私がね、仮面ライダーハマってた時期が、まあ2回ありました。もう、最初の1期はもう私のね、もう保育園の時から、その、戦隊ものが好きでね、私も。そう、銀河マンとかね、そう、ガオレンジャーとかね、シュルケンジャーとか、もうそこら辺が私の世代でしたね。ちょうど弟と自分で男兄弟だったから、そういうのをやっぱ見る世代だったんですけど、まあそういうレンジャーものは飽きてきたなと。で、ちょっと仮面ライダーがね、なんか、ちょうど平成仮面ライダー、パイズが、4作目だったと思うんですけど、まあその、アギトと龍騎とパイズは見ましたね。その次の、なんだっけ、ブレイドは見てないんですけど、ね、あれが、やっぱ龍騎がね、私めちゃくちゃ好きだったの、龍騎。龍騎はね、仮面ライダーが14人ぐらいいて、その中から、一人だけが生き残れるっていう、仮面ライダー同士で戦うっていう、話で、やっぱ、龍騎のライダーキックが、赤いドラゴンがあって、ビューバーンっていくんですよ。うわー、めっちゃかっけーなー。もう、龍騎こそが、ね、そうだ、龍騎ってね、なんかデッキがあるんですよ、デッキが。あって、なんかカード引いて強いやつが出て、技でボーンとかっていう、ね、もうなんか今までにない仮面ライダーのね、面白い作品で、ね、今、龍騎どういう作品かどうかってわからないから、なんとも言えないんですけど、でね、もうこれこそがやっぱ仮面ライダーの究極だなって、最終形態だなって思ったんです。で、そんな中でファイズを見たんですよ。で、ファイズ、龍騎より面白いみたいな感じになったんですけど、ファイズは、龍騎より全然面白かったね。やっぱ結構ね、その制作側もプレッシャーあったと思うんですよ。龍騎はね、本当に面白かった。けど、ファイズはもう龍騎が面白かったっていう記憶をもう完全にすり替えたってぐらい面白かった作品です。で、ファイズをね、ちょっとね、語っていきたいなって思う前に、まあ、ファイズね、20周年だったんですよ。これもうマジ運命だなって。で、クローバーさんにね、こういうの撮ったらどうですかっていう動画を上げようとしてたんですけど、まあ、私自身もね、忙しくてなかなか撮れなくて、この動画ちょっといつ上げようかなっていうのも、本当にね、撮ろうかな、いつ、撮影しようかなっていうのも、もう、すごい見送ってたんですけど、もうちょっとやっちゃおうってことで、ね、今回やっちゃいました。でね、ファイズギアがね、20周年記念ってことで、なんか売られ始めたんです。で、私ね、一番高いやつ買って、今が第2次選考、第2次のなんかファイズギアがもう販売終了になってんですけど、私は9月に届きます。で、今、YouTube で、20周年記念で、毎週土曜日にファイズの、なんか無料で見れるやつが2話連続で載るんですけど、今が、4話まで載ってます。ですがね、私もうなんか先が見たくて仕方なくて、もうAmazon で、プライムで見始めちゃいました。っていうような感じです。で、ね、ファイズをね、今日は前編です。で、後編は私のファイズギア届いてからやりましょう。でね、その前編では、ファイズはこういう作品ですっていうのを語りたいですね。で、後編では、もうファイズのネタバレ全部言う感じなんで、皆さんもね、今からこの動画見て、なんか例えばね、今、中学生の子で仮面ライダー好きな子いるじゃないですか。で、ファイズって20周年だから生まれてないですよね。中学生12歳とか15歳の子は。で、今のね、電王とかさ、ギーツとかは、知ってるけど、平成初期のカメラだ知らないなって。ね、で、ファイズって、シャルツさん言ってるけど、ちょっと見てみたいなって、こんなに、あんま仮面ライダー今年推してるような人じゃないじゃんって。でも、シャルツさんこんなにファイズ好きだったら、ちょっとファイズ見てみようかなって、そういう人が、まずね、この動画を見て現れてほしいなっていうのを、今回は大切にしたいです。で、次に、9月にファイズギア届いた時はもう、ファイズの、私はこういうとこが好きで、ファイズを推してるんだ、ブレード見れなくなったんだっていうのを、まあちょっとやっていきたいなって思います。で、ファイズはね、どういう作品かっていうと、仮面ライダーって怪人がいますよね、敵役。悪役ですね。で、仮面ライダーがいて、悪役がいて倒す作品ですよね、大体。が、まあ、ファイズも、まあ、そういう作品なはずなんですけど、ファイズはちょっと違うんです。怪人っていうのが、オールフェノクっていう名前なんです。今回の。オールフェノクは、なんか、灰色をしていて、様々なね、オールフェノクがいて、例えば動物が多いですよね。エレファントオールフェノクとか、あと、ロブスターオールフェノクとか、ドラゴンオールフェノクとかが出てくるんです。では、一番ね、やっぱ私が好きなのは、フォースオルフェノク。ね、フォースオルフェノクというのは、馬のやつなんですよ。普通の馬の形態と、ケンタロスになって、ここに、後ろに足が入ってきて、ヒヒーパカラ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 っていう、なんかオルフェノクでもね、いろいろな、普通の人間型と、なんか猛獣型、のね、やっぱ、何種類かあるんです。で、なんかね、オルフェノクでも、まあこれは大丈夫です。最初の、まだ、本当に序盤のなんですけど、死んだことによって、オルフェノクになった人と、オルフェノクに攻撃されたことによって、オルフェノクになった人。で、前者がオリジナルって言って、オリジナルのオルフェノクはめっちゃ強い。ですけど、後者のオルフェノクはそんな強くないって、もうオルフェノクでもランクがある。っていうことなんです。これ、ランク大事なんですよね。これが、後のね、ネタバレした時の展開で面白いことになります。で、仮面ライダーは、仮面ライダーが正義で、怪人が悪ってなってるじゃないですか、大体。でも、ファイズは違います。ファイズはね、これはもう、後編で全部言うんですけど、前編では、ここまでは触れます。ファイズに、仮面ライダーが正義で、オルフェノクは悪っていうものはありません。もう、仮面ライダーが悪でも正義でもないし、オルフェノクが悪でも正義でもない。そういう話です。ただ、仮面ライダーとオルフェノクっていう怪人が戦うのは、まあ、設定は一緒です。ただ、本当に、仮面ライダーが正義でオルフェノクは悪じゃない。これが本当に大事。ね、何話だったかな、なんか6話見たんです。6話だったかな ?4 話か6話ぐらいであるんですけど、変身する条件があるんですよ。仮面ライダー。ファイズの変身。主人公は変身ができました。でも、ヒロインとか主人公の仲間のね、クリーニング屋のやつがいるんですけど、そいつらは変身できなかった。で、なんかオルフェノクになんかなったやつが、その変身ベルトつけたら、なんか変身できた。なんでだろうなと。で、これ、もう言っちゃってるようなもんですけど、言わない。なんで変身できたのかっていう。のがちょっとね、この違い。そう。ね、ヒロインとか仲間はできなかった。けどなんかオルフェノ君のやつがベルトつけたら変身できた。ね。で、主人公は別にオルフェノクでもかどうかわからないですよ。じゃないかもしれんし、オルフェノクかもしれないし、わかんないけど変身ができる。もうここがね、もうこれ以上は言えないけど、仮面ライダーにする変身する条件がある。条件が満たさないと返信はできない。でも条件さえ満たせれたら返信ができる。そこが仮面ライダーファイズの面白いところですね。後編でも全部言いますけど、で、そういうのがあって、後編はもうごちゃごちゃし始めるから。主人公だけがね、返信できるわけじゃないんですよね。いろんなやつが返信できるもんで、もうそこがね、面白い。主人公がベルト持ってない時にどうなるのかとか、ね、そういうのが本当に面白いんで、ね、皆さん、ね、もしよかったらね、YouTube で、私がこの後編の動画を上げる時には、仮面ライダーの全部終わってると思う。50話。仮面ライダーファイズの配信、YouTube 上での配信は終わってると思います。だから、ね、後編、私がファイズギア手に入れたら、すべてね、ファイズのこういうところが面白いんですっていうネタバレも含めて話したいなと思います。ってことで、まあ以上なんですけど、なんかね、一慶さんがこういうこと語ったら、本気でもっとね、取れるんじゃないかなって思うんですけど、私なりにね、やっぱファイズでしかね、仮面ライダーのこと語れないし、クローバーさんとこういう企画で、ね、企画対決するんだったらもうファイズしかできないんでね、もう。でもただね、ほんと今年、ファイズ20周年っていういい節目の年だから、もうこれは運命だと思ってます。ってことで、後編ね、ファイズギアすげえ高いやつ買ったんで、皆さん楽しみにしていってください。ご視聴いただきまして、ありがとうございました。